今回も僕が世界史解説していきますんでよろしくお願いします。じゃあ早速こちらです。正しいものを一つ選べ。この時にモセがユリツ神エハウェから授けられたとされる一方が実戒なんですよね。というわけで正解です。よナビデってイエルサレムを都に定めた国王なんですけど、イエルサレムの主王の丘に第一神殿を築いたのは第3代ノーム・ソームなんですよね。なので違います。あ、紀元前722年にイスラエル王国を滅ぼしたのは国王サルゴン2世の時代のアッシリアなんで違います。2、マカベア戦争っていうのはフトレマイオス朝エジプトじゃなくてセルーコス朝シリアに対して起こしたユダヤ人の民族的反乱です。なので違いました。ではでは次の問題です。隣州領長に該当する説明文はどれか。4、革命って天命が改まることを指していて、孟子は天命によって新たな支配者が選ばれることを歴史性革命として理論化したんですよ。これにはさらに法罰と禅譲の二通りがあるとされてて、因果家を倒したのもその因果衆が倒したのもいずれも法罰によるものだった感じです。1、天竜将っていうのは後期だけの都らしいので違いますね。2、めっちゃ細かいんですけど天使っていう称号は先週後に現れたものなんで違います。3、衆ではすでに戦木って絶対の権威ではなくなってたんですよ。衆が因を倒した牧野の戦いの時って戦木の結果は強だったにもかかわらず、衆の太公望はその重骨を踏み砕いて進撃して因を滅ぼしちゃったんですよね。4に戻るんですけど、禅譲の例としては前漢の帝王望が散脱して衆を建国した場合とか、さらに五漢に代わって義の宗妃が即位した場合などがあります。いわゆる禅譲ってどれも宮廷クーデターを正当化する論理となったわけですね。お疲れ様でした。よろしければチャンネル登録とかいいねをしてくれたら嬉しいです。じゃあ仕事終わったんで帰ります。